ダムから知事年頭記者会見を始めます。まずはじめに知事から年頭の挨拶でございます。福島県民の皆さんに謹んで新年のご挨拶を申し上げます。今年の干支は牛です。今回年賀はがきのデザインに柳津町が発祥とされる赤べこが採用をされました。この赤べこには疫病除けの願いが込められています。古来より親しくして広く親しまれている民芸品です。厳しい状況が続いている新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束に向け、一層の危機感とスピード感を持って対応してまいります。昨年は双葉町、大熊町、富岡町の帰還困難区域の一部地域で避難指示が解除されたほか、 JR 常磐線の全線運行再開、福島ロボットテストフィールドの全面解除、東日本大震災原子力災害伝承館の開館など本県の復興が着実に前進いたしました。さらに日本酒をはじめとした県産品が国内外で高い評価をいただいたほか、福島市出身の作曲家古関裕二さんと金子さんご夫妻をモデルにした NHK 連続テレビ小説エールの放送、メイドイン福島の優れた技術を搭載した小惑星探査機はやぶさ2のミッション成功など、本県は国内外から多くの注目を集めるとともに、これまでチャレンジをし続けてきた成果が県内各地で花開きました。一方で避難地域の復興再生や廃炉汚染水対策をはじめ、根強い風評と風化の問題、急激に進む人口減少への対応、令和元年東日本台風等災害からの復旧など、本県は未だ多くの課題を抱えております。そのような中、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら復興創生の歩みを進めていかなければなりません。今年は震災と原発事故から10年となる節目の年であります。4月からは第2期復興創生期間がスタートします。これまで国内外からいただいた多くのご支援、応援の声、エールを前に進むためのエネルギーに変え、震災・原発事故からの復興・再生と福島ならではの地方創生の実現に向け、新たなステージにおいても全力で挑戦を続けてまいります。以下、県政の重要課題に沿って、新年の主な施策についての考え方をお話ししてまいります。はじめに新型コロナウイルス感染症につきましては、都市部を中心に全国で感染が拡大するなど、いまだ収束が見通せない状況にあります。本県においても先月に入ってからクラスターが相次いで発生をしており、急激なスピードで感染が拡大しています。また感染者の増加に伴い、入院病床など医療提供体制の負荷が急速に増大をしており、特に県北地域は厳しい状況になっています。こうした状況を踏まえ、福島市内の飲食店等に対し1月11日までの間、午後10時から午前5時までの営業の自粛をお願いしたところであります。これ以上の感染拡大を防ぐためにも、私たち一人一人が感染のステージが1段階悪化したことを認識をし、いつどこで感染が拡大してもおかしくないという強い危機感を持って感染対策に当たっていかなければなりません。
県では検査体制や医療提供体制の充実・強化を進めるなど、引き続き県民の皆さんの安全・安心の確保を最優先に取り組んでまいります。県民の皆さんにおかれましては、マスクの着用や手洗い等の手指消毒、3密を避けるなどの基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。また感染された方や医療従事者の皆さんなどに対しては、温かいお気持ちで接していただき、差別や誹謗中傷等は絶対になさらないようお願いいたします。次に、令和元年東日本台風等についてであります。災害発生から1年余りが経過いたしました。引き続き災害復旧や稼働掘削という緊急水災害対策プロジェクト、災害廃棄物の処理など早期復旧に向けスピード感を持って取り組むとともに、日頃から適切な避難行動について考えるマイ避難の取り組みを推進するなど、災害に強い県づくりを進めてまいります。次に、原子力災害からの復興再生についてであります。震災原発事故から間もなく10年を迎える今もなお、多くの方々が避難生活を続けておられるなど、本県の復興は途上にあります。4月からスタートする第2期復興創生期間においても、安心感を持って復興を進めるために大切な体制、制度、財源をもとに具体的な取り組みを着実に進めてまいります。避難地域につきましては、帰還困難区域全体の避難指示解除のための具体的方針を早急に示すよう、引き続き国に求めてまいります。また、これまでの帰還促進に加え、新たな住民の移住の促進や交流・関係人口の拡大に取り組んでまいります。福島イノベーションコースト構想につきましては、昨年開所した福島ロボットテストフィールドや東日本大震災・原子力災害伝承館に続き、本構想の司令塔となる国際教育研究拠点の新設に向け、国の検討に歩調を合わせながら広域自治体としての役割を果たしてまいります。地元企業の参入を促進し、浜通り地域等における新たな産業集積と交流人口の拡大を図り、その成果を県内全域に波及させるよう取り組んでまいります。環境回復につきましては、県内原発の前期廃炉が安全かつ着実に進むことが福島の復興の大前提であることから、今後とも国・東京電力の取り組みをしっかりと監視してまいります。トリチウムを含む処理水の取り扱いについては、正確な情報発信と具体的な風評対策を求めてきたところであり、引き続き国の責任において慎重に対応方針を検討するよう求めてまいります。また中間貯蔵施設においては、令和3年度までにおおむね搬入を完了させる目標とされており、引き続き除去土壌等の搬入などが安全確実に実施されるよう、関係自治体と連携し国の取り組みを確認してまいります。次に、風評風化対策についてであります。多くの分野において風評が根強く残る中、輸入規制を行っている国・地域が原発事故直後の54から16まで減少するなど、さまざまな成果が現れております。引き続き国をはじめ関係機関等と連携しながら、正確な情報を粘り強く発信してまいります。情報発信においては、
今般の新型感染症を踏まえ、リモートでの発信にも積極的に取り組むとともに、直接会って説明をしたり、思いを伝えることも重要であることから、感染状況等を十分に注視をしながら、県外を訪問しての PR 活動を行うなど、あらゆる手段を活用して、福島の今や魅力が伝わる取り組みを進めてまいります。新型感染症により延期された東京2020オリンピック・パラリンピックが今年いよいよ開催されます。3月にオリンピックの聖火リレーが J ビレッジからスタートをし、7月には野球・ソフトボール競技が東球場で開催されるなど、世界から福島に注目が集まります。これまでいただいたご支援に対する感謝の思いと、力強く復興への歩みを進める本県の姿を発信できる絶好の機会であることから、感染対策に万全を期すことはもとより、関係の方々と力を合わせて着実に準備を進めてまいります。次に産業政策についてであります。商工業の振興につきましては、新型感染症の影響により落ち込んだ県内産業の再生を図るため、サプライチェーンの強化等をはじめとする事業継続・雇用維持へのさらなる支援を行うほか、引き続き中小企業等へのきめ細かな経営支援に努めてまいります。昨年、複数の県内企業が携わったはやぶさ2のミッション成功が大きな話題となりました。こうした航空宇宙関連産業をはじめ、ロボット、再生可能エネルギー、医療など、新たな成長分野においてメイドイン福島の革新的な技術や製品が生み出されるよう、関連産業の育成・集積に取り組んでまいります。農林水産業につきましては、福島ギャップチャレンジ宣言により、ギャップ認証取得数日本一を目指している中、県内高校がグローバルギャップの取得品目数で高校単独日本一を成し遂げるなど、着実に成果を上げており、今後もさらなる躍進に向けて取り組みを進めてまいります。ギャップの取り組みは、東京オリンピック・パラリンピック大会での食材提供にもつながることから、大会を通じて県産農林水産物の魅力を世界に発信してまいります。また、昨年プレデビューを果たした本県のトップブランド米である福笑いが今年本格デビューします。この福笑いをはじめ、生産者の高い技術と福島プライドが詰まった県産農林水産物の美味しさや魅力を積極的に発信してまいります。次に地方創生、人口減少対策についてであります。本県の人口は依然として減少傾向が続いており、中長期的な視点に立って戦略的に対策を講じていく必要があります。今般の新型感染症の影響により、テレワークが普及をし、多くの企業で在宅勤務などの取り組みが進められていますが、それに伴い地方への関心が高まり、地方分散の動きが広がりを見せております。本県が持つ首都圏との近接性や豊かな自然環境などを生かし、福島ならではの暮らしや働き方の魅力について知っていただくとともに、福島グリーン復興の取り組みを推進するなど、交流人口の拡大や移住の促進につなげてまいります。また、少子化対策につきましては、結婚から出産、子育てまでをライフステージに応じた切れ目のない支援を行うことにより、安心して子どもを産み、
育てることができる環境づくりを進めてまいります。また保育所等の待機児童解消に向け市町村とも連携をしながら取り組んでまいります。次に子ども・若者の育成についてであります。今般の新型感染症への対応や学力向上のため学校における ICT 環境の早期整備が求められております。子どもたちが確かな学力を身につけ多くの学びを通じて人間的にも成長できるよう充実した教育環境の整備に努めてまいります。また県立高等学校改革につきましても引き続き教育委員会と連携をしながら子どもたちにとってより良い教育環境づくりに取り組んでまいります。県民の健康づくりの推進につきましては県民の命と健康を守るため引き続き食・運動・社会参加を三本柱とした県民運動の普及を図ってまいります。また医療・福祉・介護を担う人材確保につきましては4月に県立医科大学保健科学部が新たに開設をされ高度な知識と技術を備えた医療技術者の養成が始まります。引き続きあらゆる対策を講じながら健康長寿県の実現を目指してまいります。公共インフラにつきましては本県の復興と地方創生を支える東北中央自動車道の相馬福島間や福島復興再生道路等の道路もさらには小名浜港相馬港の整備を着実に進めてまいります。また昨年浜通りの大動脈である JR 常磐線が全線運行再開したことから首都圏や仙台との交流人口の拡大などを通じて浜通り地域の振興を図るほか JR 只見線の早期復旧と利活用促進により奥会津地域の活性化に努めるなど市町村や関係団体の皆さんと一丸となって取り組んでまいります。以上新年の県政運営に関し初心の一端を申し上げました。今後とも新型感染症対策にしっかりと取り組みながら引き続き直面するさまざまな課題に果敢にチャレンジをし未曾有の複合災害からの復興・再生と福島ならではの地方創生に全力を尽くしてまいります。皆さんの一層のご支援とご協力をお願い申し上げまして、新年のご挨拶といたします。今年もよろしくお願いいたします。それではご質問の方を受けいたします。ご質問のある方は挙手の上、社名とお名前をおっしゃってから発言をお願いいたします。ご質問ございますか。窓から週刊ですね。テレビ福島さん。テレビ福島の木田です。はい。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。冒頭におっしゃってたコロナ関連で、はい、質問したいんですけれども年末年始ですね2桁の感染が続きました。でもうこの年末年始の感染状況をどういうふうに捉えてらっしゃるのかというのと合わせてですねその1月11日までの自粛期間以前この場ではこの期間に何としても抑えたいというような、お考えでしたけれどもそれについて今現状どういうふうに考えてらっしゃるのか、はい、それともう一点ですねどうも政府の方で今首都圏に緊急事態宣言発令するように検討しているようなんですけれどもそちら発令された場合どういった対応になるのかあるいはどういう影響があるのか教えてください。はい、まず年末の新型感染症の状況からお話をしたいと思います。福島県は昨年の10月感染者数が135名でした。これがその時点における過去最多であります。そして11月が113名、しかし12月に至って感染者が急増しまして455名になっています。これはそれまで最多だった10月の135名の3倍を優に
上回る感染者数であり、また昨年の福島県全体の感染者数が956名でありますが、その 48%、 ほぼ5割近くをこの1ヶ月間12月だけで感染者が占めるという急増ぶりでありました。その中でも福島市、この地域が非常に深刻な状況でありました。12月の感染者数、福島市は294名、これは県全体の3分の2、65% を占めるという状況になったところであります。こうした状況の中で福島市長から福島市内における飲食店等の営業時間の短縮の要請をいただきました。それを受けて県として営業時間短縮を福島市内のお店にお願いをすることとし、一定の協力金の対応も行うことといたしました。このような状況の中で一番問題だったのが、福島県内の入院の受け入れ状況が逼迫していることでありました。福島市の患者数が急増することによって、福島市内県北地域の病院のみならず、郡山、会津若松、いわき、相馬など県内各地の病院に広域調整で入院の受け入れをお願いし、全体としてやはり入院病床に占める感染者数の割合が高止まりが続くという状況になっておりました。こういう中で年末年始、福島市民の皆さんには外出の自粛をお願いをし、また県民の皆さんに対しても、例えば帰省、初詣、会食、こういったものを慎重な対応をお願いしたところであります。今年の年末年始6日間でありましたが、報道等を拝見しておりますと、初詣もやはり例年に比べると相当人数、人手が減っている状況でありましたし、おそらく会食の機会もかなり少なくなり、静かにご家族で新年を迎えていただいたことかと思います。ただこの間も先ほどお話しいただきました通り、年末年始もやはり一定の患者数が続いています。そういう中で一つ朗報でありますのは、福島市内における感染者の数が12月に比べると相当落ち着いてきているということが明るいニュースかと思います。ただやはり先月のクラスターの状況を見ますと、先月は9件でありました。これまでの福島県全体のクラスターは22件でありますので、1ヶ月での9件というものは非常に厳しい状況でございます。しかもその中で福島市のクラスターが7件で、さらにうち院内感染が2件ということで、地域の中枢を担っていただいている医療機関でもクラスターが発生するという状況でありました。したがってまだまだ福島市も含めて予断を許さない状況であります。一方で私が2つ懸念していることがございまして、まず1つは、福島市内はある程度落ち着いてきたというお話しましたが、県全体で見ますとまだ十数名の患者数がこの年末年始でも続いていて、それは福島県の中でも例えばいわき市、白河市、あるいは会津地域も含めてですが、これまで比較的落ち着いていた地域でも少しずつ感染者数が増えている状況にあるということであります。この状況の中でまた新たなクラスターの発生ということもあり得ると思います。したがって県全体で慎重な行動をしていかなければいけない厳しい状況が今なお続いていると考えております。また入院の状況でありますが、現時点で入院されている方が188名、これは469床に対して 40% ということでありまして、やはり約4割を占めております。これはかなり厳しい状況でありまして、今後とも入院者の広域調整を積極的に行っていかなければなりません。ただ一方で年末年始がある程度感染が落ち着いてきた傾向もありまして、その中で宿泊療養施設、ホテルは160室に対して現時点では14名、1割を切っている状態であります。したがって県全体の入院の受け入れ体制は一定の対応が十分可能だと思っておりますが、
やはり先月12月のように1ヶ月で400人を超えるクラスターが9件、こういったことが1月2月また起これば同じことになりうると思いますので、強い危機意識を持って対応しております。そしてまた首都圏の緊急事態宣言についてお話をいただきました。全国における感染状況でありますが、この年末年始の期間中で連日感染者が3000人を超えるという感染拡大に歯止めがかからない状況が続いています。特に東京都では12月31日大晦日に1日あたり1300人を超える感染者が確認されるなど、急激な感染者の増加が見られており、これに伴って医療提供体制が極めて深刻な状況にあると考えています。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の4都県知事においては、こうした厳しい感染状況、入院の受け入れ体制を踏まえて政府に対して緊急事態宣言の再発令を要請されたものと受け止めています。福島県としては今回の1都3県による要請への対応、さらには全国への影響等について注視をしてまいります。よろしいですか。その他はございますでしょうか。じゃあ幕僚会議は民有新聞水野と申します。はい、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。知事、今の首都圏への、はい、緊急事態宣言なんですけれども、感染状況で見れば4月に緊急事態宣言がされた時よりも今全国は感染状況悪いというような印象になっていると思うんですね。でやはりこの首都圏だけじゃなくて全国一斉にこう緊急事態宣言が必要なのかどうか、知事現在どのように考えていらっしゃるかお聞かせください。まずこの緊急事態宣言の対応というものは国全体にとって極めて重要な取り組みだと考えています。特に今日本全体の感染者数が増えている、特にこの12月年末年始の中でやはりある程度規制、例年に比べれば減っていると思いますが、人の移動、旅行も含めて相当あったと思います。で今年末年始でありますが、まさにこの時期において人が都市圏と地方部においての行き来がありますし、これからまた仕事が本格的にスタートするということがありますので、今後また感染が急拡大していく可能性が残念ながらあると思います。そういう状況の中で1都3県からの緊急事態宣言、これを受けて政府がまさにこの1月の新年の休み中においても検討を進めておられると思います。当面まず店舗のですね、営業時間の短縮、こういったものを先行させながら緊急事態宣言どういう形で出すか模索されていると思います。昨年の3月4月の段階、ある意味新型コロナウイルスが未知のウイルスでありました。それに対してやはり1年弱の経験の中で一定の対応方策というものが確立されてきておりますし、今後またワクチンというものへの可能性もあろうかと思います。そういう中でギリギリのバランスどうとって実効性のある緊急事態宣言を発動するか、政府非常に真剣に考えておられると思います。そういう中で大切なことは、政府と例えば広域自治体である都道府県、あるいは市町村、こういった地方公共団体がしっかり連携していくことだと思います。緊急事態宣言の発出、これ非常に重要な要素であります。これを福島県に置き換えますと、先月12月に福島市のお店に対して時間短縮要請をかけておりますが、これは特措法第24条第9項に基づく法律上の時短要請であります。これについては国と入念に整理をしております。でその結果、内閣府からも理解をいただいて、福島県全体は今なおステージ2です。ステージ2の指標6つありますが、その中で今ステージ2の指標を超えているのは1つだけ、入院の病床の受け入れの割合だけですが、それ以外はステージ2であります。でそういう中でステージ2の中であえて福島県が特措法に基づく時短要請をかけた、
それについても政府との連携の中で非常にスムースに対応が図りました。また国からもう一点大きな協力をいただいております。それは厚生労働省のクラスター班の福島市への派遣です。県からお願いをし、クラスター班に来ていただき、非常に長期間にわたって福島市の今回のクラスター分析をしていただきました。その詳細伺っておりますが、非常に丁寧にですね、分析をしていただいて、県、あと福島市にとって、あるいは県内の市町村にとって有益な分析をしていただきました。やはり国と県が綿密に連携をする、お互いに呼吸を合わせながら取り組むことが緊急事態宣言にとっても非常に重要だと思います。今1都3県が連携をしながら政府と綿密な協議を日々続けておられると思います。こういう中でまず実効性のある緊急事態宣言をどう打ち出すのか、また今1都3県のみならず他の地域においても感染の急拡大ということがあり得る状況でありますので、事態の推移に応じて臨機応変に政府としての政策を打っていただくこと、これを今後とも全国知事会等を通じて訴えていきたいと思います。それでは予定の時間となりましたので、どうぞ。では最後にどうぞ。 NHK さんです。こちらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとコロナと話が変わるんですけれども、はい、今年、まあ、10年という節目の年の中で、いわゆる産業復興というところもかなり重要なウェイトを進めてくるのかなと思います。でその中で今日の報道でもありましたけれども、医療機器開発支援センターについて、現状まだ当初の計画に到達したことが一度もないという状況の中で、今後例えば施設の更新、機材の更新等にも費用がかかってくるような状況になってくるのかなと思います。で知事、この施設の現状をまずどう捉えていらっしゃるのかという点と、やっぱりその国が立てて、で県が、まあ、実質県が管理運営していくという形のスタイルが他にもいろいろ施設としてあると思うんですけれども、そうした施設の運営についてもですね、今後どういうふうに考えていくのかという点をお伺いさせてください。今医療機器開発支援センターが開設されてから数年が経過をしました。お話がありました通り、まず計画を作って、それに基づいてさまざまな施策一生懸命取り組んでいただいておりますが、やはり必ずしも計画通り進んでいない側面がございます。特に医療機器開発支援センターはさまざまな公的な認証制度、これを取った上で民間の企業さん、あるいは研究者等がその認証を受けたベースの中で研究開発を続ける拠点となりますので、その認証を取るのに一定の時間かかってしまったというのがスタートダッシュの段階での遅れにつながったと思います。ただその後ですね、こういった認証、まさに全国でもトップクラスのものをしっかりと取得をし、またセールスを全国展開しながら着実にお客さんが増えて、またリピーターとなって定着をしていただきつつあると思います。でここ1年ほどは非常にいい形で実は進んできたんですが、ご承知の通り新型コロナウイルス感染症の影響で、センターにはですね、福島県内の人材ももちろん活躍されているんですが、東京ですとか場合によっては海外からも含めて各地から研究者の方が集まって試験をする、研究をするという場でもあります。それが県を超える移動がなかなか難しい部分等もありまして、そういった点において残念ながらいい流れの中でブレーキがかかってしまったという側面もあったかと思います。ただここ 2,3 年の状況を見ておりますと、認証も取って徐々に、福島の医療機器開発支援センター非常にいい拠点だな、ぜひここで試験研究開発してみようという動きが起こっておりますので、また新型感染症の逆境若干あるんですが、これを乗り越えてですね、今現行で作るこの計画に沿って徐々に事業を発展させていくことはある程度できるのではないかと思います。また一方で国との関わりであります医療機器開発支援センター、ロボットテストフィールド等と、さまざまな県の拠点施設、まず復興に関わる拠点施設ということで国の支援を受けて開設がされました。
で今県が運営しているもの、あるいは例えば郡山にある再生可能エネルギーの研究センターのように国直営のものもございますが、それぞれの立場に沿って運営がなされています。ただなかなかこう収益をですねどんどん出すということが必ずしも簡単ではありませんので、やはり運営経費、この区分をどうするかということは我々自身非常に意を砕いていまして、毎年の政府への要請においても安定的な財源確保というものを私自身が幾度も各省の大臣副大臣等と協議をしているところでございます。今年の4月から第二期復興創生期間5年間新たなステージに入りますが、その中においても復興の拠点として各地域で今これからまさに芽吹こう、新しい動きを作り出そうという施設に対して国の一定の支援をいただきつつ、一方でそれぞれが持つ計画ありますので、それに沿って事業を発展させていく、この両立をぜひ県として取り組んでいきたいと思います。それでは以上で年頭会見を終了いたします。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。